食べるというとても甘美で贅沢なひとときを過ごさせていただきました。また思い出してる。いや、私の方こそ竹松堂の仕出し弁当を食べるなんて忘れられない経験になったよ。真帆ちゃんも思い出してよだれ出してる。いや、よだれなんて出てないってば。ですが私も最近はカップ麺堂を極めようとしておりまして。カップ麺堂？なんかインスタントって言葉の意味とは対極にある道じゃない。真帆さんの真似をして買い置きのカップ麺を入手したんです。ですので明日は私もお弁当代わりにカップ麺を持参しようかと思います。いや私は仕方なく持ってきただけだってば。でも大丈夫なの？さっきも親の目を気にしてたじゃない。 いえこの好機逃せません。実は今日から1週間ほど両親が家を空けているんです。おお、それはチャンスだね。はい、頑張ります。明日から夢が膨らみます。あれ？でも1週間？その間毎日お昼にカップ麺を食べるつもり？ああ、言われてみれば確かにそのような贅沢も可能なわけですよね。それもそうなんだけど、お弁当はどうするの？毎朝家に届けてもらってるんでしょ？キャンセルするの？それだと親にバレない？それもそうですね。では控えた方がいいのでしょうか。ですがこんな好機は滅多にないでしょうし。じゃあさ、明日から1週間毎日真帆ちゃんと交換しちゃえばいいんじゃない？毎日？それがいいんじゃない？私あんな野菜たっぷりのお弁当興味ないし。真帆さん、そんな期待たっぷりの目で私はいいというか、むしろすごく嬉しいんだけど、いいのかな？はい、いいんです。私を助けると思ってぜひ。まあそれなら。あら、メールが。どうしたの？あのお母様からメールで。1週間の外泊予定だったのですが、予定が変わったらしく、今日は家に帰ると。なんでそんな絶望的な顔になるの？お昼にカップ麺を食べるチャンスならまたあるって。いえそうではなく、実はさっきも言った通り両親とも外泊予定だったので、買い置きのカップ麺ですが、その嬉しくて眺めていたので今もテーブルに出しっぱなしになっているんです。ということは、今お母様が帰ってきたら見つかってしまうんです。急がないと。でもなんでそんな出しっぱなしになんてしてたの？それは今日から1週間自由にカップ麺が食べられるかと思うと嬉しくて嬉しくて、この機会を最大限に楽しむためにどの味から食するべきかテーブルに並べてシミュレーションをしていたら、片付ける時間がなくなってしまって。とにかくこれで霊が怒られたりしたらかわいそうだ。全員で行って片付けを手伝おう。どうにかなった。なかなかの量だったね。なんとかなるもんだね。しかしワードローブや棚の奥、果てはベッドの下にまで、よくここまで隠せたもんだよね。いろいろと工夫をしました。執念ね。でもこれで例のお母さんがいつ帰ってきても大丈夫だ。皆さん本当にありがとうございます。大変だったけど、まあこれで例のピンチが回避できるならよかったかもね。うんうん、
これでレイちゃんの危機は去ったわけだね。なんか RPG かなんかのモノローグみたいじゃない？まあそのぐらい活躍したかもしれないね。あ、メールが。お母さんから？あの、レイちゃんどうかしたの？はい、あの再度予定が変わって、やっぱり今日は帰らないと。さっきまでの苦労が、これがカップ面倒の試練ってやつなんだね。だからそれはもうインスタントじゃないんじゃない？すみません、すみません、すみません。